さあ11時30分になりましたこのお時間からは頑張れ南葛 SC でお付き合いお願いいたしますということで私司会を務めます吉本興業の井上真と申しますそしてお隣いつものとりこの方ですす南 SC 浅田です、はい、よろししくお願いいたします。 何ですかどうしたんですか <laughs> いつもとね、使ってるマイクが違うから、ちょっと<ー>戸惑っちゃった。ですね対応してください。よね、よろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、葛飾区から、誕生したジェリーグチームを目指しております。現在、ね、トリーグ一部。一位で爆走中ということでね。もうすぐ、あの昇格トーナメントに挑む。というね、南葛市の今日も情報を盛りだくさんで。お送りしたいと思います。佐、はい、田さんはどうですか?。この夏がちょっと。終わりかけというか。ね。 ちょっと寒くなってきてますけどそうですね,ね寂しいです相変わらずお肌はギンギンに焼けてますけどもね、夏が好きです <laughs>、ね、おとといも、えー、公式戦がありました、はい、その結果も踏まえながらどのようにシーズン終盤を周囲で締めくくっていくのかというお話を今日もよろしくお願いします、はい、お願いしますということで頑張れ中津 SC 今週もいってみましょう今週も頑張れ中津 SC ちょっと言ってくださいよ 改めまして頑張れ中津石井上真と申します中津石浅田ですなんでこういうのいつもやってる頑張れ中津石のくだりを忘れちゃったんですか違う今タイミングをつかみ損ねました、えー、純粋に、まあ、ちょっとお疲れなんですね違いますここ、ね、試合が続いてますから、はい、さあというわけで、えー、奥戸のね、えー、スポーツね、えー、総合競技場スポーツ競技場ですよ行われました九月九日結果をいきなり 発表していただけますか、よろしくお願いします。はい。三、えー、対一で勝ちました。ありがとうございます。やりました。これが私もね、もうすでにフェイスブック、そしてサイトの方に動画が上がっておりますけれどもね。えー、前半。 相手はゼ、0−0 で折り返して、はい、相手は警視庁、そうですね,ね我々は首位で臨んだ、えー、第13試合目、後、はい、15試合目のね、われわれは4以上決めてるという状況ですよね、相手の警視庁はなんと最下位ということなんですけれども、はい、後半に入りましてゼ、0−0 ロゼロで折り返して、なんと失点してしまうんですね。そうですね、えー、だけどまあ あれはまあ動画見ていただければ分かると思うんですけどちょっとねーっていうとんでもないシュートだったので、ね。我々はねあの 翼と一緒の白のユニホーム、相手は紺紫ですね、紫ですね、警視庁の皆さん、紫のユニホーム、右からのセンターリングはちょっと風に乗ったのか、そうですね、ちょっとシュート回転かかって、もうほぼほんと角度ない、0度ぐらいのところから。あれちょっとファインプレーでしたね。あれれちちょょっっととプロでも取ないいぐらの サッカー、まあね、だけどあそこでシュート打つとは思わないですよね、えー、素晴らしかった、はい大体そういうのあれが 60, 60分ですねサッカーは90分ですから、はい大体ああいうのをあの終盤に決められてしまうとお互い疲れが出てくる頃ですからねずるずるといってしまうところをです、ね、その後なんかしなんかちょっと逆転に至るまでのなんかこう戦術を与えたりとかそういうのあったんですか まあというよりもですね、はい、やっぱこの警視庁さんの、やっぱりこう守備の良さ。はい、まあ守備の頑張りっていうんですかね。そうですよ。普段は街を守ってるわけですから。いや本当ね、えー、本当強固でしたよ。あ、そうですか。硬かった。も、えーね、何しろ一人一人の選手が。本当。 本当にもう必死というか、ですねうん、うん、もちろんわれわれも必死にやってるんですけどが首位軟よね。こう土をつけようというね、そうですねみんなそう言われできますからね、はいまあ、ちょっとそれを攻略できずに、まあ、ほとんどの時間をボールを持っててこう自分たちのリズムでやってたんですけども、はい、最後の最後、なかなかうまく崩せなくて、はい、まあ我慢してずーっと攻めてはいたんですけどもそんな中、あのカウンター一発でちょっと,ズドンとやられてしまったので。はいはい ちょっとね、うーんっていうような、ちょっとね、気がちですよね、で、ぽこっと一戦落としちゃう、まあ、もう4位以内決めてるしみたいなことですけども、こ、ね、我らが南化選手はそこからですね、2点取って勝つという、3点です。3点だったんだ、そうだ、ねあれはもう諦めんなといけるぞという指示を与えたんですが。まあそうというよりも、ええ、選手たちが、うん、まあ一生懸命やったというか、本当にね、いい交代選手が、はい、いい活躍をしてくれて、なるほど。 なおかつも、もまあみんなで取った点というぐらいの、はい、本当、そのぐらいの感じですね。はい、得点者、まず反撃ののしを上げたのは、センターバック、近藤選手。はい、ね、これはちょっと、あのヘディングでこぼれてきたところ、競り合いから。そうですね、<え>ちょっとこぼれ球を彼が左足で、うんえー、ズドンと同点ゴールを決めてくれて。 ね、ここで流れが変わりましたね変わりました11になりましたただもうこれ85分です85分ですよですもう終わり5分ですよ <laughs> もう決勝的にはもう引き分けで終わろうといやもう勝ちで終わりですよ、うん、だって85分まで0ロ1で我々負けてんですもんあ我々的にはね、はい、決勝的にはもう1一 1, 1でも守りきろうっていうことですよねそっからはあっ点を入れられた後ですか、えー どうなんでしょうね、けども、うそんなところじゃなかったですね、ねスタンドを含めて、何しろスタンドのお客さんが、イイケケでもう本当にですね、ボルテージ、もうマックスでしたね、その時は。ねはい、そして、なんと、最近ちょっと鳴りを潜めてたようなあの感じがありまして、レオジーニョがレオ君、その後2点取るんですねそうですね。 まあちょっと大活躍でしたね。素晴らし,いしかも結構素晴らしいゴールを二つとも決めてくれたので。一、えー、点目どんなんでしたっけ？もう一点目の逆転ゴールは、はい、あの藤田からの斜めのボールをまず胸でコントロールして、はい、足でコントロールして、はい、スリータッチ目には左足を振り抜いてもうサイドネットいや。ブラジル人ですね。ちょんちょんちょんの、はい。はい。 いいプレででししたた、ね、それで2対1になりましたこのゴールはちょっと見てもらいたいですね、はい、映像で、うん、ぜひ。フェイスブックの方にね。フェイスブックとあのホームページの方に載ってますので、はい、見てください。はい、そして、まあ、これで逃げ切りなんですけど、もう一点いったんですね。 そうですねこれ、最後、本当に90分も過ぎてロスタイムのところで、相手のフリーキックで、結構いい位置だったので、相手ももう絶対追いつこうっていうので、かなりほとんど人数かけてきて、あプレできたそうですねそっから我々がこうまが、そのボールを跳ね返して、それを拾って。 まあもう本当にカウンターで押し込んでなるほどそれの3一ということなんですね警視庁も最後まで勇敢だったってことですよねいやもう神一、ね、をかけてきたということですね、はい、素晴らしい動画見ましたけど浅田さん素晴らしいですね今回からですかあのゴール裏カメラはやっちゃいましたあれはすごいですね得点のリプレイが今までねなか、はい、なかなかったし同じアングルだったんですけど、はいはい、なんとゴール裏に カメラがあることによってですね、特定シーンをもう一回違う角度から見ますあ。あれの二点目、三点目とかビシビシかっこいいた撮れてましたね。良かった嬉しいな。<ば>そうやってもらうと。あ何ですか？カメラ、iPad かなこれ。あの普通のビデオカメラを、えー、固定にして置いて置いたんですね。はい、素晴らしいあれはぜひ見てください皆さん。 ダゾーンさんわ、私の師匠、ええ、ダゾーンなんで、ええ、そうですよ、ね、はい、負けないように、朝 <laughs> ダゾ z o の方がね、はい、頑張らないといけないなとない頑張ってますからね、はい、素晴らしいです、もういろいろ優勝に向けて進化している、この赤ずいしーでございますけれどもね、素晴らしいメールもいただいてます、ありがとうございます、はい、ご紹介しましょう、えー、先日の警視庁選、現地応援しました、厳しい試合でしたね。 えー、次節勝つとリーグ優勝ですねもし優勝が決まれば昨年のようにグランドを開放してくださるのでしょうか今日の放送を楽しみにしておりますタバ,ということはタバさんありがとうございますそうですよ次勝つとリーグ優勝でございますよ皆さんそうですね。ねな長いようで早かったですねこの2018シーズン素晴らしいですねトリーグ一部に上がって1年でいや 1> ね優勝がもう大手でかかっているということで,そうですね。去年は 奥度でしたけれども下に降りてみんなで優勝をね祝ってファンの方が作ってくれた優勝カップ掲げました紙で作った今年は新宿になりそうですねそうですね新宿なんですねはいまして昼間の試合なんですねなるほどあれはも優勝した場合はまあ音楽がかけれないまでもちょっと中に入って記念撮影ぐらいはいっちゃおうかとまあご要望であれば検討中ですよねあやっぱこうの いろんな靴で芝生にえっとですね一応人工芝のグラウンドなのでまあ飾区のグラウンドを使わさせていただいているものですから一応利用方式としては例えば女性で言うとヒールはダメですねあとは男性で言うと一応革靴はダメだというようなルールが一応あるのですがまあまあ僕が頭下げれば。 なん <laughs> とかなるかなというところも踏まえて <laughs>、ね、一応ここでは、はい、あの運動靴をそうですねここではちょっと、はい、そういうこともありますので、ねはい、と言っておくべきじゃないですかですねそうですございます、はい、えただから優勝ですからまではあ周りもありますしいろんな。 形で臨機応変にちょっとあの記念撮影、もし優勝することできれば、ですねそういった形で皆様と、こうやって1年間応援してくださった皆様と一緒に何か形を残したいなと思っておりますので、いろいろなことを考えて、想定して対応できるようにやりたいなと思ってますわかりました。ということで、あと2試合ですけれども、その間に優勝が決まれば、もちろんあれですけれども、まあ、 あくまで目標は昇格そうですね,ねあのもちろんリーグ戦、この一部リーグ優勝というのも目標なんですが、はい、やっぱり優勝しても、今度、関東入れ替え戦というトーナメント戦が待ってますので、はい、そこでまあ勝ち上がらないと、うん、え来年度関東二部リーグに入れないという現実もあります。はい、ですのでまあこの、まあ、もちろん一戦一戦、目の前の戦いにきちっと勝って、うんはい、きちっとあの勝利して、あのどん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 次に備えていきたいなと思ってますけども。 その入れ替え戦の方のね、えー、日程ももう発表になっていると,いうと、ね、そうですね、まだ組み合わせと会場は分かりませんが、日程11月のね、はいえー、12、13、14、はい、15ということですけれども、いやー、楽しみですね、そうですね、うん、そっちも見据えながらリーグ戦も戦っていくということで、でも昨日のその警視庁戦、選手権取れて、でも取り返したっていうタフさはやっぱ自信になったというか、大きかったんじゃないですか。そうですねちょっと 久しぶり6試合ぶりぐらいに先制点取られましたのでちょっと記憶にそうですねえっとアストラ戦以来かな新宿未来でやったあの時も前半に1点取られてそこから追いかける展開でしたけどもその時も6点取りましたんで後半にはいなるほどまあただここまでね時間がちょっとかかってしまったっていうのは本当にまあ サッカーの難しさかなというところもありますけども、はい、ただ、まあ、きちんと勝つことができましたので、はい、まあ次にいい準備して、また日曜日頑張りたいなと思いいまますす、はい、しくお願日曜日というお話が出ましたが、次の試合が、えー、優勝決定戦というかね、次勝てば優勝というゲームがございます。そうでですすねねこちらが月日日日今週曜 ちょっと時間が昼間になります。1時13時 k i c k o 13時 k i c k o ですよ。はい。場所があのカズ新宿未来公園ですね。東京理科大学最寄りは理はい。神町駅から徒歩7分ぐらいですか。はい。はい。のもあの近場にありますので。中田さがいつも練習しているところです。そうですね。我々の練習場まあカズシの方からお借りして使わさせていただいているぐらいとなります。やりやすいですよね。いつも練習している場所ですから。 ゴールの位置なんか周辺視野とかもね、はい、いつもやってるとこですから、振り向きざまにあそこだっていうところでシュートか打てるということでございますから、はい、こちら、ぜひ来ていただいて、優勝一緒に祝いたいなと、<laughs> ぜひですね、はい、思っておりますので、アローレ八王子はね、ちょっと因縁もあるっちゃありますもんね、そうですね、えー、アローレさんはもう2部リーグ昇格させていただいた年に1年目で当たって、はいえー、アウェイにあのお邪魔させていただいて。はい あの痛い目に遭いましたんで初戦でねやられたあの時はちょっとどうなることかと思いましたけどもねそうですね苦い思い出がありますからやっぱりあのまあ仮は返してと言いますかまあただあの本当にいい試合をしてそうですねはいファンも多いですからねたくさんアローねさんは本当にあの素晴らしいファンの方々がいっぱいいらっしゃいますのでぜひ多分葛飾区に相当 大型バスで乗り込んでくるんじゃないかなっていうぐらいですねガンガンお互いね集結して、はい、ただあそこね周辺環境がありますのでそうですね,ね近隣の方にはご迷惑をかけないように配慮しながらガンガン盛り上がっていきましょうね、はい、<laughs> ぜひお願いします、はい、熱い試合9月16日ね優勝決めていきたいなと思っております、はい、さあ瀬田さんこのどんどん昇格に向けて日程が進んでおりますが勝ち額の皆さんに中津市議員からメッセージを一つよろしくお願いしますはい。はい あのー、本当にまだまだアマチュアのリーグですけども、はい、本当に素晴らしい面白いサッカーがここにありますので、はい、ぜひあの個性豊かな選手がいっぱいいます、あのー、お気に入りの選手見つけていただいて、はい、あのちょっとでもお時間ありましたら、うん、ぜひあの応援に来ていただいて、はい、あの本当に盛り上がってもらいたいなと思いますので。はいはい ぜひよろしくお願いしますどんどんなんかお客さんサポーターも増えてるんですねそうですねお客さん、あのー、この間も、はい、日曜日もですね前説も本当に400人ぐらいあのー、会場に来ていただきましたのでとんでもないことですよこれは、はい さらにわれわれが頑張ってもっと応援してもらえるようにやりたいなと、えーはい、頑張 J リーグのチームですから今この船にみんなで乗っておきましょうね、はい、あの歴史を知ってるよっていう、ねはいえー、メンバーになっておきましょう老若男女の皆さんお待ちしておりますのでねみんなの社交場遊び場としても入れよう、はい、していただきたいなと思います。それれでででは日日曜日お待ちしししてます井上でしたアサでした来週も頑張中